普通の折り紙4枚と小さい折り紙を5枚使って折るんですがこの黄色と青1枚ずつを大きさを調整する必要があります折り紙を四角に半分に折りますこれを開いて 今ついた折り筋に下を合わせて折りますこれを開いて今ついた折り筋にさらに下を合わせて折りますこれを開いて縦にしてこちら側も半分に折ります これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、この部分の折り筋をカッターナイフで切ります。 この部分も同じようにカッターナイフで切ります。青い折り紙の1枚も同じように折ってからカッターナイフで大きさを切り揃えます。これで準備は OK です。まずは顔の部分から折っていきます。 折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右の角を中心に向けて折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。 これを開いて裏返して反対側も同じように折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。これを開いて上から開いてこのように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら内側の折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 裏返して、反対側も同じように折ります。上の先を下に閉じて、奥の先も下に閉じます。そして右側の先を上に引き出して、反対側の先も上に引き出します。 まずこの右側の先を根元からねじるようにして、このように真横よりも少し上の位置で折ります。反対側も同じ位置で折ります。その先っぽをさらに、この紙の切れ目のところから、このように中割り折りにします。 反対側も同じぐらいの位置で折ります。次にこの線よりも5ミリぐらい下のところで下の紙を上に折ります。そしてこの部分なんですが下のこの線よりも少しだけ上の位置でさらに下に折り返します。 これを開いて、てっぺんの先をこの折り筋に合わせて折ります。そして両側の角を小さく斜めに折ります。これを下に閉じてから真ん中の線で半分に閉じます。 そしてこの部分をつまんでこのようにこのように折りずらします次にこの角の部分を小さく中割り折りにしてそしてこの耳の部分を 手前にひねるようにして折ります。反対側もこの部分で前側に折ります。形を直して下の先の部分は真後ろに中割り折りにしてその先をさらに下側に中割り折りにします。これで折り紙の部分は完成です。 これに顔を描いていきます。横顔のまま線を引いたら、両側に線と目を引きます。白いマーカーで目の中を塗って、顔の残りの部分を黒で塗りつぶします。赤で黒目を塗って、 細いペンで縁取りをして、これの形を直して、この部分の紙を内側に軽く折ります。反対側も軽く内側に折って、さらに形を直して、これで頭の部分は完成です。 次に体の部分を折っていきます。まずは足の部分から折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。 これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。 開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これを開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。三角を立てて中を広げて正方形に潰します。 すべての三角を同じように正方形に潰します。ここまで折ったら、最初に切り揃えた黄色い折り紙も同じところまで折っておきます。 上の正方形をめくりながら折りずるを折る時のようにひし形に折っていきます上下ひっくり返して反対側も同じように折りますこれを。 裏返して、下と上を合わせて、半分に折ります。一度裏返して、この両側の三角を下に閉じます。次に、この部分を、この折り筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。さらに、 この部分をこの折り筋に合わせてこのように半分に折り筋をつけます横にしてこちら側も同じように折りますこれも開いて裏返してこの両側の折り筋でこのように折りながら閉じます これで下半身の部分は完成です。次に体の部分を折っていきます。正方形の袋をすべて、ひし形に折ります。 これを、この部分で裏返して、半分に折ります。次に、上下ひっくり返して、ひし形を一度左に閉じます。そしてこの部分を縦の筋に合わせて、このように折ったら、ひし形を戻して、今度は反対側にひし形を閉じて、この部分をこの部分に。 合わせて、折ったらひし形を戻して裏返して、この部分で、先端を下側に、両側とも同じように折ります。左右のバランスを直して、閉じたら、このひし形の先端を上に閉じて、その先端をさらに小さく正面に 外割り折りにします。奥のひし形は内側に閉じて、これで体の部分は完成です。次に腰の部分を折っていきます。折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。 開いて、右の先をてっぺんに向けて折ります。裏返して、反対側も同じように折ります。これを上から開いて、このように三角形に折り替えます。右の先のこの部分を縦の筋に合わせて折ります。 この部分も縦の筋に合わせて折り筋をつけます。これを開いて、この三角を一度立てて、中を広げて、上からまっすぐに潰します。下の紙を上にめくりながら、折り筋に合わせてひし形に折っていきます。裏返して、 反対側も同じように折ります。この部分を縦の筋に合わせて折ります。開いて、三角を立てて、中を広げて、この部分でまっすぐ潰します。折り筋に合わせて、下の紙をひし形に折ります。 次に、上の角を下に向けて、折って、これを開いたら、下側のこの部分を横に開くようにして、両側とも折ります。これを一度閉じたら、裏返して、 こちら側の先も下に閉じて、この部分を横の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折って開いたら、こちら側の三角を今度は手前側に閉じて、この部分の筋で半分に折りながら、先端を上側に外割り折りにします。 これを一度開いたら、この部分で外側の紙を折り筋をつけます。こちら側も同じように折り筋をつけたら、これを開いて、この角の部分をこの紙の切れ目まで合わせた位置で折り筋をつけます。 反対側も同じ位置で折り筋をつけます形を直してこれで腰の部分は完成です次に足の先の部分を折っていきます 折り紙を三角に半分に折りますこれを開いて今ついた折り筋にこの部分を合わせて折ります反対側も同じように折りますひっくり返してこの部分も同じように折ります上側も同じように折ります これを縦にして、半分に折ります。開いて横にして、下の角を折り紙の中心に向けて折ります。反対側も同じように折ります。これを真ん中で折ったら、この部分の紙の切れ目のところで、上側に折ります。 折ったものを手前に折りながらこのように外割り折りに潰します先端を内側に閉じてもう一度折り直しますこちら側の紙の切れ目も軽く手前に折ったらこの位置で正面側に外割り折りにします その先端も同じように、上側に向けて外割り折りにします。同じものをもう一枚作ります。次に、腕の部分を折っていきます。 折り紙を三角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋にこの部分とこの部分を合わせて折ります。これを縦にして下の角を上に向けて折ります。そしてこの部分を縦の筋に合わせて折ります。 反対側も同じように折ります。横にして、この部分をさらに横の筋に合わせて細く折ります。反対側も同じように折ります。この先端の部分を小さく上に向けて折ります。反対側のこの部分は、5ミリぐらい内側に折ります。 これを縦に半分に折ったら開いて上と下を合わせてこちら側も折り筋をつけたらこのように外割り折りにしながら半分に潰します同じものをもう一枚作りますそして腕の先端の部分を黒で塗ります 最後に頭の毛の部分を折ります。折り紙を三角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角をてっぺんに向けて折ります。裏返して反対側も同じように折ります。これを 上から開いてこのように三角形に折り替えますこの部分の紙を上から斜めに折ります反対側も同じように折ります外の角をさらに小さく内側に折ります両側とも同じように折って たら真ん中の部分で軽く折り目をつけます。すべてのパーツを組み合わせていきます。まずは足を組み立てます。小さく切った両面テープを足のこの先端の部分に挟むようにして取り付けます。 裏紙を剥がしてこれを下半身の部分の膝に挟むようにして留めます反対側も膝に挟むようにして留めます次に 腰の部分の、この三角の部分に、両面テープを貼ります。両側に、両面テープを貼ったら、足の膝の内側のこの部分に、この三角を合わせるようにして、止めます。 巻くようにして反対側も貼り合わせます形を直して次に体の部分を形を直してから 腕を肩の部分から合わせて、ホチキスで止めます。反対側もホチキスで止めて、これを体と一度合わせて、この状態で頭も合わせて、 この先端の黄色い部分を上側に折り返してこれを頭を差し込むようにして合わせます位置を合わせて後ろからホチキスで 止めますこれをさらに体と合わせてこの位置でホチキスで止めますさらに毛の部分を頭の後ろに挟むように合わせて ポチキスで止めます。形を直して少しこの鼻の部分の大きさが合わないので調整します軽く閉じて曲げたらその曲げた折り筋に合わせて内側に 折り込みます閉じながら形を調整して これで、ルカリオの完成です。